やめて。オセロット、ターニャが欲しいのか。いえ、この女に興味はありません。試してみたいのです。こいつに判断してもらいます。好きにするがいい。行くぞ。待てか。これで思い通りになった。気分直して私の部屋へ来い。うん、大佐の拷問に耐え。会にいたやつを初めては悪くない。究極の表現法だ。命拾いしたの立ち上げ。1175ん？脱出路を用意したわ。ここを出て西へ向かって、それから渡り廊下の下をくぐって北へ行くのよ。マンホールが開けてある。君黙って。マンホールから下水道へ降り、下水道に北の扉が開けてあるから、そこから要塞の外へ出られるわ。装備も私が回収してある。後で合流しましょう。エヴァ。でも私は独房へは近づけない。脱出はなんとか自力で。また連絡する。The folk. 食事だ。食事。さっきの番号何だったんだ。
こうだったっけ。1175に見えたんだけどな。マスか。もういいか。どうした？大丈夫か？吐いたのか。脱出に成功したのか。ああ、なんとかな。気をつけろ。今の君は文字通り丸裸だ。ろくな武器も持っていない。戦闘になれば勝ち目はないぞ。一度体勢を立て直す必要がある。エヴァが君の装備を回収しているんだろう。早急にエヴァと合流して装備を受け取るんだ。エヴァの用意した脱出路を使え。グロズニグラード北西部のマンホールから下水道へ降りるんだ。まずはその収容所を出て北西へ向かえ。うん、オッケー、出した、スケープ、減ってるな、スネーク、ハングリー。